1日7人全員配信やったっていうのは前まではあったけど、多分今日は初めてのもう連続での配信です。今日は。ちょっとね、8時半からの予定だったんですけど、その前に、まあ、ちょっとだけ他のメンバーの配信も見てて、で、多分さっきの8時からのいちかの配信を見た方は分かると思うんですけど、最後まで見てくれた方は分かると思うんですけど、なんか8時半になっても終わる気配がなくて 8時半から私の配信でその予定だったのに、一生終わる気配がなくて、まあ、ちょっと焦って、まあでもファンの方が、多分誰かがコメントで「もう8時半だよ」みたいな、なんかそういうコメントで教えて、一かに教えてくださったおかげで、まあ今こうやって無事は、ちょっと過ぎてしまったんですけど、こうやって無事始めることができてます ちょっとね、一瞬焦ったあの時 この人8時、今日8時半から私やるって知ってるよねって、ちょっとね、あれってなっちゃったけど はい、今こうやってちょっと1分ぐらい、1分とか30秒とかそれぐらいにちょっと過ぎてしまったんですけど、そう、いちかとりおんは伸びるって、結構配信時間が結構伸びるってすごい聞くので、いちかの後はちょっとね、不安だったんですけど 伸びないか はい、初のリレー配信ということで、多分10時からウルカがやって、多分10時半までファンの皆さんはずっとメンバーのショールーム配信を見るわけだと思うんですけど、7時からね、多分トップバッターはリオンで、そのまま10時半ぐらいまでずっと配信やってる状態です。はい。ね、リオンの配信とかはね、ちょっと見れなかったんですけど、トップバッターはまあどんな配信だったのかちょっとわからないんですけど、私はね、まあ、ちゃんと時間の管理とかはちゃんとする人の方なので、ちゃんとね、9時かな、今日は9時までちゃんと終わらせるようにします。9時からはりんかちゃんがやるので、はい、最後まで楽しんでってください、この配信。やっぱ前に誰かメンバーが配信やってると、そのまま私のルームに来てくれるから、結構もう最初から一気に来るね、なんかファンの方が最初からもう人数が多い なんかいつもはいつだんだん増えてくみたいな感じなのに、今日はもう一気に来てくださって、ちょっと私もその始まった瞬間にコメントが「こんばんはこんばんはこんばんは」って来たから、ちょっとびっくりしたんですけど はい、そう、今日は久しぶりのポニーテールです。まあ今日も外出してたんですけど、ちょっと準備する時間がなくて、準備を始めた時間が結構遅めだったので、でメイクはまあ終わらせて、髪の毛はもう適当に結んじゃいました あんまりね、ポニーテールすることはないからね、多分定期公演の時とかもあんまりする機会がないと思うので、まあ、今日はレアだと思ってください そうね、次の定期公演が5月10日かな、5月10日になってまして、まあ早いことにもう8回目ですよ。ボリューム8が5月10日に開催されます。さらにね、5月19日はフリーライブと
定期公演ボリューム9が開催されます。もう8回目9回目ってもう時の流れがすごい早いんですけど、確かボリューム1一番最初の定期公演はいつだっけ、1月かな、1月だっけ、多分それぐらいにやって、まあ今もう5月になって、まあ、それ8回目ぐらいになるということで、すごい回数もどんどん増えてきたと思うんですけど、今日は何時に起きたの？今日はでも今日は結構割と遅めだよ。今日はあの目覚ましを9時に設定してたんだけど、10時に起きましたあのまあ目覚ましが鳴ってでももうちょっと寝たかったので、で10時に起きました今日は。でもそれ結構普段は何時だろう、まあ、大学がある時によるんですけど、早い時は結構6時ぐらいに起きないと授業に間に合わない時があるので、多分6時かな。うん、私はマジで7時間とか6時間ぐらい睡眠取らないといけない人間だから、最低でも12時とかには寝ないと次の日ちょっと死んでるから、絶対結構ね他のメンバーとかはすごい夜遅くまで起きてる子がいるらしいんですけど、私はもうそれじゃちょっと生きてられないので、もう12時とかには寝てますいつも。うん、ね、まあさっき言ったように7時間は最低でも取んないといけない人なんだけど、なんか前思ったのが、まあ、1週間に1回はもう睡眠時間10時間ぐらい欲しいっていう話をしたの。多分ルカとそういう話した気がする。それぐらいね睡眠取らないと体壊しちゃうので。あとねやっぱ早寝早起きは身長が伸びると聞くので、もう止まってると思うけど年齢的にね、年齢的にもう今私157とか158なんですけど、160行きたかったんですよ実は。160行きたくって、まあ、そのために早寝早起きとか牛乳飲もうとかしてたんですけど、牛乳は毎朝飲んでますいつも。朝ごはんは必ず牛乳も一緒に飲んでて、でも早寝早起きは学校とかがある時は学校に行くから早起きしないといけないし、でも宿題とかがあるから結構遅くまで起きてるっていうことがあったから、早寝早起きは全然できなかったです。今もできてないし。だからその早寝早起きができる習慣っていうか、そういう生活を送りたい本当に。でも寝すぎちゃうと逆に次の日夜寝れない時があるので、そして昼夜逆転しちゃう時があるんですけど、結構長期休みの時とかは結構そんな感じでしたマジで160行きたかったです本当に。なんかさっきコメント見たら一番最初の定期公演の日程を教えてくださってる方がいた。1月28日だって。1月28日だそうです。ありがとうございます。そう1月28日に初めての定期公演を行って、その時は確か昼も夜もやったんですよ。で場所もいつも普段よくやってる新橋のジールシアター東京という会場ではなくて、青山のクロスシアター青山のクロスシアターみたいなところでやって、そう確かそうかな。で昼夜やってそんな感じでした。なんかどんな企画やったっけ、誰か覚えてくれる方いますか。
何やったっけ、なんか立ち位置トークみたいなやった気がする。なんか自分お題があって、で自分は何番目になんとかだみたいな、そういうのやって、で被らなかったらあのなんかプレゼントもらえるみたいなやった気がする。なんかもう多分昼夜あったから、多分もう一個もう二個やってるんだよきっと。何やったっけ、全然覚えてない、誰か教えてください確かあれ結局ね、あのできなかったんだよね、あのプレゼントはもらえなくって、すごい悔しい思いしたのは覚えてる。めっちゃバレンタインか、あーそうだ、バレンタインだかった、バレンタイン近かったから、なんかチョコレートをあげる時の一言を言う企画と、あのシンプルに I love you を伝える企画かな。あそっか、思い出した。そう、確か2月は定期婚やらなかったんですよ。で2回目の定期婚は3月に行って、結構ね、あの私たちの定期婚ではあの何かファンに一言伝える企画がすごい多くて、この間なんか、ね、デートを誘う一言みたいな、そういうの、私なんか新生ラサイカフェっていうのを結構何回かやってます。結構まあね、いろんなあのお題もいっぱいあるから、それに沿ってあの一言言わないといけないし、結構難しいところでもあるんですけど、でも次の定期公演は、まあ、新企画があの始まるし、あと新衣装もねお披露目なので、あのぜひ来てください。あのやっぱねそういう企画を行う、一言を言う時のその企画を行う時は、あの多分メンバーがくじを引いて、席番号が書かれたくじを引いて、でそのファンの方に伝えるみたいな。で結構ね、あれは当たった方は結構ラッキーな方です多分すごいね、あのあんまり自分の席番号が呼ばれることはあんまりないと思うから、すごいあのもし呼ばれたらレアだと思うんですけどね。しかもあんなに近い距離感っていうか、近いところでその自分の推しが伝えてくれるっていうのはあまりないと思うし、まあね、あの推しじゃない時もあるからね、あのそれはちょっとね、あのまあそれでももちろん嬉しいと思うんですけど、あの誰がどのメンバーが言うかもあのくじで決めるので、それで、まあ、自分の推しじゃない時もあるので、まあ、もちろんそれもすごく、その推し以外のメンバーに言われてももちろん嬉しいと思うしまあね、でもはい、すごい楽しい企画ですあと結構ね大喜利とかやってきたよね確か。なんか最近よくやってるのは、まあ、なんとかマニアみたいな、この前はリンカかな、リンカマニアで、リンカに関する質問を答えて、あのどんどんポイント貯めて、で優勝者にはあの多分トロフィーがもらえるっていう企画かな。リオンマニアもやりましたし、ジュリも確かやったかな。あれも結構楽しいですよね、多分見てても楽しいと思いますし。
まあね、多分次の定期公演の時はもしかしたら少し変わってる企画になってるかもしんないんですけど、多分企画もね結構こっちもやっててすごい楽しい。めっちゃやっぱね、まあ何曲かいつも披露させていただいて、多分披露するのもすごいファンの方も私たちもすごく嬉しいし楽しいんですけど、まあ企画もね、なんだろう、特典会以外でも、特典会以外のあのファンと交流できる機会だと思うので、はい、うん、そう、あのインタビュー映像をね撮るんですよ、多分あの、ま、なんとかマニアの時は例えばこの前のリンカかな、リンガマニアの時はリンカが事前にインタビューをやって、でそれでリンカがそのインタビューで何を答えたかみたいな出る感じなので、そのインタビューもね結構答える側もすごい楽しいと思いますし、私はねまだやったことないのでわかんないんですけど、そう、トイレットペーパーの DJ はルカかな、ルカがあのトイレットペーパー使って DJ やりました。そう、確かね質問がトイレットペーパーを使って、まあ、やっぱリンカちゃんはあざといキャラなので、あのトイレットペーパー使ってあのブリッコしてくださいみたいな、そういうの、そういう質問が聞かれた時にリンカはどういう対応をする、どういうブリックをするのかという質問があって、まあ、ルカはその質問に対して DJ をやったっていう、あのブリッコのブリッコ全然ブリッコ要素全然ないっていうねはい、まあ、でもそれも可愛かったし面白かったと思うんですけど、あんま DJ っていう発想は思いつかないすごいなって思いました。うん、でもあれさ、いつも、まあ、前がジュリのあのトウモロコシを受け取った時の反応みたいなツッコミみたいなのをやって、まあ、そういう質問、ものを使った質問も結構あるんですけど、なかなか当たんないですよねあれは当てさせる気ないと思う、あれは本当に難しいマジで。はい、まあ、だいたい私たちの定期公演は結構そういうねバラエティ系の企画と、あと何か可愛い一言を言う企画がだいたい多いかな。うん、特典会もね毎回やってます。サイン会とかね握手会とかやってます。結構握手会とかはね、まあ、いろんな方が来てくださるの でいろんな方と違うお話ができるので、すごい話してて楽しいなって思う時めっちゃあるし、サイン会もあのその自分がサインを書きながらそのファンの方とお話できるので、すごい特典会もね私はすごい好きなんですよ。だからもしあの次の定期公演来てくださる方がいらっしゃったら特典会もぜひ来てくださいあとねやっぱフリーライブがあるんですよ、5月19日に。フリーライブはねまたちょっと定期公演とは違ったものとなっているので、やっぱあとオールスタンディングがすごい大きな違いかな、まあ、無料で私たちのところに行けて、かつオールスタンディングっていう、まあ、定期公演とはちょっと違ったものとなってるんですけど、
それはね、まあぜひあの、まあ、いつも来てくださってるファンの方も来てほしいし、まあ、そのファンのお友達とかご友人とかご家族とか、まあ、あの身の回りの身の回りあの、まあ、知人など連れてフリーライブに来てほしいですフリーライブはね5月19日なので、まあ約2週間後かな、それぐらいなんですけど、その後にもね、なんと定期公演があるので、5月19日はマジ盛りだくさんよね、本当に。フリーライブもあって定期公演もあってすごい楽しみだと思うんですけど、うん、フリーライブは多分まあね、この間っていうか昨日一昨日の、まあ、武蔵村山で行ったあの武蔵村フェスは、まあ、無料だったんですけど、それ以外だと多分一番最後なのが12月上旬に行ったお披露目ライブかな。お披露目ライブはあれは無料で、多分それが最後なんじゃないかな。久しぶりのフリーライブで、うん、ちょっと緊張するというかそんな感じです。はい、うん、ね、多分さっきちょっとちらっと見えたんですけど、初見さんの方がちょっとちらほらいらっしゃるじゃないかなと思う、ちょっと見えちゃってそのコメントが見えちゃって、ぜひ初めましての方、私たちの定期公演に来てくださいお願いします。だよね、お披露目以降無料のライブはなかったよね、確かに。多分会って昨日一昨日ぐらいだったよね。最近もうライブっていうか対話イベントもたくさん出演させていただけて、すごく忙しいしすごい楽しい日々を送ってます。昨日はね結構まあやっぱ天気も良くて、本当に雨じゃなくてよかったなって思います。うん、なんか言ってたの、前1日目かな、あれは1日目の2部に MC の時に言ってたのが、ルカがなんか定期配信してその次の日必ず雨になるみたいな多分ルカがそれ言ってて本当なのかなって思って、まあ、もし今日、まあ、多分ルカやると思うので、で明日雨になったら多分確実にあの子は雨女ですね雨女だ。でもだからってあのルカにね配信すんなとか言わないでくださいよ、絶対に多分私も見たいし、私もルカの配信見たいし、他のファンの方もルカの配信見たいと思うので雨になるからって絶対にあのルカに配信すん、雨になるから配信すんなとか言わないでくださいいや、わかんない、私あんまりそのルカの配信の次の日の天気なんて全然覚えてないからわかんないけど、まあ、これでね明日雨になったら確かにそれはまあ事実なんじゃないかなって思っちゃいます。明日雨だったら怖いよね。でも最近結構雨多いんだよね、めっちゃ。多分まだ梅雨には入ってないけど結構雨が多い気がする雨はね嫌ですね、やっぱ濡れるし髪広がるし。なんか今日ずっと喋ってて
ちょっと喉がなんか変になってきたちょっと変になってきたんですけど、やばい、8時57分だ。この後はリータンの配信です。うん、そうなんだ、去年も早くなってるんだ。梅雨はやっぱ6月がピークだからね。私は正直1年の中で、まあ、夏を乗り越えれば、まあ、なんとか生きていけるって感じなんですよ。7月8月は本当に暑すぎて、まあ、6月はまあ湿気がすごいし雨も多いから、あの結構ストレスがね溜まって、7月8月は暑いからねで9月もなんか微妙に暑いよね最近。絶対地球温暖化があるから9月も暑いんですけど、だって前なんかスマホにある写真見返してたら10月か9月のに撮った写真があって、なんか友達との写真があって、その時自分半袖着てたからすごいびっくりしました10月9月ってもう秋じゃないですか、普通長袖なのに半袖、多分私も友達も半袖着てたからすごい暑かったんだなって思いました。マジでね、私は冬服の方が好きですし、夏より冬の方が季節的にも好きなので、マジで地球温暖化本当にね嫌ですね、マジで。でも自然現象だからしょうがないけど、うん。やばい、もう59分だ、8時59分。私はね、いちかみたいにギリギリまでっていうか、ちゃんとね次の人の配信も忘れずにねやる器用にできちゃうタイプなので、今日はここら辺にしときます。ではこの後の配信も楽しんでください。定期公演絶対に来てください。フリーライブも来てください。ありがとうございました。バイバーイ。